イエフィム・ブロンフマンイエフィム・ブロンフマンは、ロシア系イスラエル人ピアニスト。ウズベクソビエト社会主義共和国の首都タシケントで、ユダヤ系の両親のもとに生まれる。母はバイオリニスト、父はピアニストであった。1973年、15歳でイスラエルに移住。現在は、米国籍を取得している。1975年に、ズービン・メータが指揮するモントリオール交響楽団と、 共演して国際的にデビューを果たした。カーネギーホールへのデビューは1989年であり、1991年にアイザックスターンと一連の演奏会を行った。1997年にはエサイコールペッカサロネン年式のロサンジェルスフィルハーモニー管弦楽団との共演によるバルトークのピアノ競争曲集の録音によってグラミー賞を獲得。 室内楽演奏でも活躍している。イエフィム・ナウモビッチ・ブロンフマン、ロシア・ゴラテン・ホンジ、イエフィム・ノームビッチ・ブロンフマン・ハット・エビー、カニエ、エス・アンチ・ドート、オニエフィム・ブロンフマン、フェーム・ヒューミリティ、11週ウィーク、2021年9月21日、閲覧、ありがとうございます。